けしております。私が玉田玉山でございます。そして私の師匠玉田玉秀斎です。よろしくお願いいたします。はい、始まりました講談玉田家ラジオでございますが、どうですか師匠ここまで、まあ、いつも公開収録でこのラジオはお送りしてるんですけれども、はいはい、緊急事態宣言が出ているということで、はい、公演が中止になっておりまして、うん、この番組も非公開収録でやっておるわけでございます。まあ玉山さんがすごい暗いね。な暗いですか。本当に今も元気にこう一応声は張ったけど、はい、もうなんかもう暗い気持ちをなんとか外に出さないようにもうとにかく頑張って一生懸命出したっていう声やね。そうですか。いや暗いですかね。僕はあんまりでも自覚そんなにしてなかったんですけどね。まあ、だって今日僕ここに来た時からもうすでに暗かったもんね。あ、そうですか。はつらつとしながら。はつらつさはゼロやね。あ、そうですか。それは良くないですね。元気はつらつ？はい。あ、オロナミン C だ。オロナミン C ですね。はつらつさはゼロやな。そうそうですね。はつらつとしてたら多分今もすぐ言えました。今ちょっと恥ずかしかった。僕今何をしたんやろうと思って恥ずかしかったんですね。そうですよね。強くないですよね、どうやったらこうはつらつとできますか。師匠ははつらつとされてるじゃないですか。まあはつらつとしてるわけじゃないんやけど、まあ、僕の場合は玉山は何してんの今。え今何してんの今は。あ、今家とかですか、まあ本当にまあいつもずっと師匠と一緒にいさせていただくことが多かったんですけれども、まあ、緊急事態宣言になって、まあ、ほとんどご一緒できなくなってしまったんで、まあ家にいますよね。あでも家におって何をしてんの。家におって、まあ、朝ごはんを作りまして、うん、朝ごはん食べた後は昼ごはん何作ろうか考えて、うん、昼ごはんを作りまして昼ごはん食べた後は夜ごはん何考えようかなって感じです、ね。うん、食べることだけ食べることも食べてますね。あだからちゃう。基本的にあの、食べることってすごいなんていうのかな、体にとっては大変なことしてるから、はい、もうすごいこう体が食べるっていうことに対してすんごいエネルギー使ってるから、だからエネルギーの使い方を変えるっていうのがまず大切じゃん。食べないってことですか。あ、違う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 、運動するってこと。あ、運動ですか。で、運動するっていうのは最近の一番新しい研究結果を昨日かな、はい、今日かな、はい、ちょっと仕入れまして、はい、で運動ってなんか痩せるとかなんか言われてるやんか、はい、実は運動でほとんど痩せないんだって。あ、そうなんですか。うん、ほとんど痩せないです、はい、運動して痩せてるっていう人はオリンピック選手級のなんていうのかな、その運動をして初めて痩せる。へ、うん、普通の一般人がする運動では痩せることはないです、はい、っていうぐらい運動って痩せないんですって。あ、じゃあ、まあ、しても意味ないんじゃないですか。ところが、はい、健康になるんじゃないかっていうふうに言われてて、痩せはしないけど健康にはなる、うん、はい、というのも人間が1日に使えるエネルギー量っていうのは大体決まってんねんって、うん、あ、基礎代謝みたいなことですか。うん、はい、で、まあ、1日に使える量って決まってるやんか、はい、で、運動しないとどうなるかっていうとエネルギーが余んねん、はい、でエネルギーが余ったら悪さしよるんやって。余ったエネルギー、エネルギー、はい、だから過剰反応するとか、はいはい、例えばアレルギーが出るとかってあれ過剰反応してるやんか、はいはい、過剰反応はなぜ起こるかっていうとエネルギーが余ってるから、うん、その余ってるエネルギーを過剰反応をする方に使っちゃうんで、はいはい、だから運動してエネルギーをちゃんと使い切っとけば、いわゆるそっち の本当は使わなくてもいいエネルギーの方に使わない、使えない、はいはい、使い切ってるから、はい、もちろん全てのアレルギーがそれが原因で起こってるわけじゃないけれども、中にはそういう風な原因でアレルギーとか、例えば別の体の不具合、はい、炎症が起こるとかそういうことが起こってる可能性があるって最近の結果で分かったそうです。なるほど、研究結果で。だから、体のエネルギーを今悪い方に使ってんじゃうかな体を動かしてないから、体を動かしてないから。アレルギーは特にアレルギーとかじゃなくて、はい、
あの脳みそがだから悪いことを考えるところに、あ、なるほど、使ってるんじゃん、エネルギーを。それはそうかもしれないですね、うん、脳みそを動かすのもエネルギーやからね、はい、だからその脳みそが悪い方向に考える、そこにもうどんどんくべられてるんよ。いい方に考える方にくべられないんですか。いい方にはくべられない。なんでなんですか。だってあの水は安気に流れるから、はい、はははいいように考えるのは状況が悪ければ難しいから、はい、状況が悪い状況は悪い方に考える方が楽やから、はい、だから人間はどん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 楽な方に行くから、エネルギーもどん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 楽な方にくべられていくから。はあ、なるほど、うん、で、まあ、悪い方にくべるぐらいやったら走ってなくせってことですよね。そう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 、はあ、なるほど、走ったりとか、そうやな、玉さんやったら腕立て伏せとか。腕立て伏せですか、うん、ですね。何が一番しやすいの？運動ですか？いや運動はいやどれもこれも嫌なんですよね、基本的には。それこそ奥さんと歩いたら、あ、歩く、あ、歩くのいいらしいよ。歩くのはでも結構歩くのは歩いてるような気がするんですけどね。どんな歩き方してるの？え、どんな歩き方？音楽しながら歩いてます。ああ、リズム乗ってる？リズム乗ってないですよ、別に。え、どういうこと？え、淡々と歩いてる。淡々と歩いてる。あ、玉さん淡々と歩いてる姿見たことある？自分で。淡々と、そうです。いや、ないです、自分で歩いてるんで。あのウィンドウショッピングとかするときに自分の姿を見ながらずっと歩いたりしたことある？ああ、あんまないですね。あの自分の姿を見ながら一回歩いた方がいいんじゃないかな。玉さんはほとんど足上がってないから。ちょっとわかります、うん、僕すごいつまずくんですよ、うん、ちょなんか2ミリぐらいとかつまずくんで、おかしいなと思ったんですけど。玉さんほとんどすり足みたいな感じで歩いてるから。剣道やってましたからね。もうほとんど地面から。僕いつも玉さん見送んねやけど、玉さん見送ったらあのほとんど足上がってないなと思って、ね、玉さんの歩き方ってはつらつさゼロやから。あ、だからはつらつと歩いてみたら、はつらつと、はつらつと歩くためにはエネルギーを放出しないといけないから、はい、放出したら多分そっちにエネルギー使って、あの悪い方向に考えるという思考プロセスにエネルギーは使わなくなるじゃん。なるほど、うん、いいかもしれないですね。でも僕ダンスとかしてますよ、家で。え、どんなダンスしてる？踊ってます、こうやって。それちょっとラジオの皆さんに分からない。僕は今見てるこうやって、あのあと伝わらないですよ、風が。それ全然伝わらないよ。手をグーにして、手をグーにしてこう上下にこう交互に上げていくっていう。なんか昔のアメリカの映画でよく出てくるよ。そうですね、あれ愉快。ツイストみたいな。そうです、そうです。あれ、こんなんしてます。ああ、なるほど、ね、はい。それはしますね。え、それ何分ぐらいやってるの？いや、まあでも気が向けばやってますね。でも、ちゃんと測ってみるか。思ってるよりやってない。いや、それはそう思います。数秒とか数十秒レベルやと思う。そうやと思う。それ多分5分、10分でやってないの。あの4往復ぐらいで終わりますから。そうやろ。多分長くても3分以内と思う。はい、うん、だからもっとやらなんだね。それ楽しかったとしたら30分はそれやってほしい。ああ、30分はきついですね。30分やったら多分嫌いになっちゃうと思います。そうやね。でも歩くっていうのは確かにいいですよね。歩く、足を上げて歩く。はい、ずらすと。最近僕はね、一応階段は、2段飛ばしで上り下りしてます。すごいですね。ちょっとあの今このコロナ禍の中で体を改善しようと思いました。これ玉さんから言われたよとか、あの玉秀才は長生きするタイプのデブやって。ああ、そうですね。そう思います。はい。長生きするタイプのデブやって言われたから、はい、うん、あかんなと思って。え、なんでですか？長生きするタイプのデブはあかんやろ。いいじゃないですか。僕短命のデブですよ、でも完全に良くないですよ。だからそれは良くないなと思ってます、僕も。いやいや、でも長生きするタイプの普通になりたい。あ、そういうことですか、うん、ただの長生き。だってほら、弟子にデブって言われたらあかんやろ。いや、デブって言ってないですけどね。いや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 、お太りになられてるっていう。いや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 、そうで、はい、弟子にデブって言われてたらあかんなと思って。それでなんとか長生きするタイプの普通にならなあかんなと思って。痩せられたらもっと長生きされるんじゃないですか。あ、そう、はい、本当に長生きすると思うんですよ。なんでやねん。ほんまに長生きすると思うんですよ。あかんで。なんでなんですか。あかんで、ほんまに。絶対長生き。いやいやいや、案外コロっていくと思うよ。いやいやいや、めっちゃ分かってる。こんな健康そうな人見たことないですか。あの、だいたい不健康そうなんですけどね。師匠寝られてない時とかも健康そうですもんね。
あ、寝てない時わかる？寝てないなっていう時はあるんですけど、そう、今日そういう時でもね、ツヤがあるんですよ。目は血走ってないですし、大体。結構血走ってる。いや、意外と血走ってない。もっと血走ってる人います。ああ、そう。寝てるのに。あ、そう。はい。いやいやいや、まあね、ちょっと、でもまあ、健康は気ぃつけんとね。一生、健康っていう部分も補っていきたいなって思います。健康はなんかね、まあ、難病はよく言ってて、はい、難病が本当に言っててへんけど、健康で長生きするのは、これからの芸人やって言ってあった。ああ、なるほど。うん、はい、だから俺はお酒も休肝日を作って、はい、その徐々に体を休めさせるんやっておっしゃってたけどね、はい、うん、だからあんまり師匠の、まあ、その言葉もあんねん、あ、はい、うん、だから芸人というのは、お客様より長生きをしないといけないと、あ、お客様に悲しませるんじゃなくて、はい、お客様に、喜んでいただくけるよ、最後の最後までね、はい、うん、そういう風にしないといけないって南梁は言ってたね。それはいい言葉ですね、うん、指針にしたいと思います。うん、今後健康になっていきます。はい、あれかなっていうのがあるんですけどね、もっと暗なってきたね。いやいや、そんなことないですよ。最初のテンション全然違う。いや、この番組始まってるけどエネルギーが余ってるんでしょうね。もう悪いように悪いように、そうですよね。いや、もうちょっとプラスにプラスに、はい、行っていきたいとこう考えている次第でございます。それではこのラジオも終わっていきましょう。ね、暗いな。いやいや、明るくいきましょう。はい、本当に明るくいきましょう。はい、というわけでこのラジオでございました。高段玉投げラジオでございました。私が玉田玉山でした。そして玉秀才でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。